めっちゃうまいやん、ちょっと。これ、やみつきなるわ。カエルの子はカエル、ぴょん。カエルの子はカエル、ぴょん。カエルパパです。チャンネル登録、お願いします。今日は、さっということで、今日はですね、ちょっと巷で、ちょっと今ブレイクしています。あるものを紹介していきたいと思います。ローソンさんから出ました。こちらです。じゃじゃーん、悪魔のコーヒー。見てんこれ、めちゃくちゃなんか病みつきなるらしいで、さらになんかこれめちゃくちゃ甘いらしい。ちょっと見てもらっていい、ここじゃじゃん、練乳大注入、めちゃくちゃ甘いらしいよ。だからね、なんかこのね、甘すぎる練乳鮮乳みたいなあって、これめちゃくちゃ甘いこと書いてんのよ。まあ、例えばこっちね、こっちからいくよ。甘すぎる、初恋くらい甘すぎる、甘ーい、めちゃくちゃ甘いよ。ね。さらにこちら、練乳潜入、枕元、目覚めは君の通知音、甘ーい、めっちゃ甘いやん。ということで、私も練乳潜入をね、ちょっと考えました。行きましょう。カエルパパの練乳潜入です。よく聞いてください。目が合うと、すっと下向き、照れ隠し。甘ーい！めっちゃ甘いやろ。思い出すやろ。めちゃくちゃ甘い。ママ、固まってんのか？固まってんのか？目が合うと、すっと下向き、照れ隠し。ナイトゥー！ナイトゥー！ナイトゥーです。ありがとうございます。まあ、それはいいとして、早速ね、こちら、飲んでいきたいと思いまーす！ということで、まあ、これ、早速飲んでいきたいんですけど、ちょっと中身がどんな色かわからないんで、こちら、ベベ！父母さんのね、このカップにね、ちょっと注いで、さらに、今流行りの、そう！タピオカ！もうトッピングして、飲んでいきたいと思いまーす！いやいやい！ちょっと楽しみやな、ほんまに。ちょっと楽しみですわ。ペッペと置いて、ペッペと置いて。だからここで、ね、ちょっと一回振って、ちょっと色楽しみやな。で、なんか練乳がめちゃくちゃ入ってるらしい。うわ。ちょっと香りからいきます。めっちゃコーヒーの匂いする。ちょっといきますよ。せーの。あれ？これ普通のコーヒー違う？ねえ。普通のコーヒー違う？これが甘いんか。甘い。これはうまいかもしれない。ちょっとよう振った方がいいわ。多分下の方に、溜まってるから。よいしょ。あ、なんか、振った方がいい感じ。なんかちょっと、いい感じになる。いやー。やべ、あんまり入れたらやばい。今回入れて、入れて、タピオカをね、たっぷり入れていこうかな。いえ、いえ。乾杯になるまで入れよう。うわー、ちょうどやない、これ。ちょっとよ。うわー、ピチャリー。ナイスー。父母さんの、これを締めます。じゃあ、刺します。完成！悪魔のコーヒーの、タピオカコーヒーできました！イエーイ！早速いただいてみましょう。タピオカと多分もう間違いなく合うと思う。いただきます。めちゃくちゃうまい。何やんこれ。めっちゃうまいやん、ちょっと。これ病みつきなるわ。これ病みつき注意して、これ。甘い練乳を大注入して。コーヒーもしっかりとした味がする。うん。しっかりとみたいな味するんやけど、やっぱ練乳が結構入ってるんで、それ、何やろ。甘みもしっかりあるんで、ね、やっぱ好きですわ、みんな。うん。うまい。これコーヒーがうまい。ほんとに。お子さんでも飲みますわ。うん。これタピオカとの味抜群。これタピオカ入れてもいいよ。ほんとに。コーヒーがうまいんで、単に甘みもしっかりあるんで、もう爆裂にうまいです。しない人も多分これ、ぬくくてもうまいような気がする。うん。ぜひ、この夏に皆さん、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、ローソンさんから出ました。こちらですね。悪魔のコーヒー。タピオカ入れてもめちゃくちゃうまいぜーということで、ぜひ皆さんやってみてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、ということで、この動画良かったら、チャンネル登録、高評価、またまたコメント欄でコメントをよろしくお願いいたします。ほんじゃね！またね！バイバイ！最後まで見てくれて、ありがとうございます。チャンネル登録は、こちら！